飛行機で寝なかった？いや、多分寝た。若干記憶ないから。で、パッて起きた瞬間に、シチュワーデスが来てさ、で、機内食ありますけど食べますかって言われて、はいって言ったら、京一郎さんですよねって言われて、はい、やっぱり嬉しいみたいな。いや、黄色い T シャツ見て、そうじゃないかなって思ったんですよ。黄色い T シャツ見てと思って。黄色い T シャツやっぱ着てるんですね。そのシチュワーデスからしたら、俺は黄色い T シャツを着てるイメージがあるみたいな。動画いつも見てますみたいな。これからも YouTube 頑張ってくださいみたいな。今日も帰ったら YouTube 見ますって言われて。ありがとうございますって。シチュワーデスに話しかけられちゃったからね。危なく俺、携帯出して、連絡先交換しかけたもん。シチュワーデスっていう職業で、うん、危なかったマジで。だからレイカにもちゃんと言ったよ、帰ってきて。いや、レイカって人生で初めてシチュワーデスにその連絡先聞きそうになったわって。地面思いっきり蹴ってた。ドーンって、チンチンちょん切るぞって言われた。頂上決戦の白ひげみたいな感じですよ。ドーン、レイカの体の横の空間がちょっとひび入ってたもん。バーンっつって。いやでもね、やっぱね、北海道良かったわ。なんか別になんか帰んなくてもとか思ってたけど、やっぱちげえな。やっぱなんか地元ってやっぱちげえわ。うん。いや、地元って違う。本当に。なんかこの、本当にこう、景色見るだけでもやっぱ違うし。いつぶりに北海道？いや、マジ丸4年、4年ぐらいだよ。だからもともとね、コロナ始まる前に、ウームで、その、北海道のイベントがあるって言われてたの。で、それで、ついでに、家帰るよって話してて、で、もともと丁寧の、俺がその YouTube で生放、ニコ生とかしてた実家があるんだけど、そっから、今住んでる家に引っ越しするって言って、その、引っ越しのお手伝いをしに行ったのが最後だったんだよ。それも本当に4年ぐらい前なんだけど、引っ越しの手伝いして、で、その次になんか、間空いて帰るよって言ってから、なんかコロナになっちゃってずっと帰れなくてみたいな。結婚して初？ああ、もう初、全然。余裕で初だよ。母ちゃんの作る母の味は、具が何も入ってない焼きそばと、たらこと卵の、なんかスクランブルエッグみたいな。たらこ卵ってやつやね。この二つが一番うまい。いや、なんかその、肉じゃがとか作らせたらもう全然、もう本当に、下手くそなんで、うちの母ちゃん。京ちゃんまだ31だし、ばあちゃんいるよな。そうだね、母ちゃんが50歳で、母ちゃんが51で、ばあちゃんがね、78とか言ってたかな。で、じいちゃんが81、2とか言ってたかな。ばあちゃんすごかったよ。ばあちゃん毎日、今日も話したけどさ、1日10時間ぐらいゲームするんだって。ばあちゃんもともとゲーマーなんだけど。で、今もスイッチで、99人対戦のパックマンやってて、ネット対戦だよ。99人の他のプレイヤー戦って、普通に1位とか取ってんの。化け物だなって思った。いや、ゲーマーやん。ゴリゴリのっつって。だってね、それこそ4年ぐらい前にばあちゃんの誕生日プレゼントに俺スイッチ買ってあげてるから。ばあちゃんにスイッチ買った年に母ちゃんに PS4、PlayStation4 買ってあげてるからね。プロコン使ったゲームしてるから。家帰ったらすごかったよ。じいちゃんが XBOX のコントローラー使ってゲームしてて、ばあちゃんがプロコン使ってゲームして、二人ともUSB ケーブルの長いやつ買って、充電しっぱなしでゲームできるようにしてた。いや、もう俺んちと変わらんやんと思って。妹は妹で熱盛にハマって1600時間やってたし、熱盛。母ちゃんは YouTube で違法アップロードされてる漫画を一生見てるらしい。垂れ流しで。